今ですね、バーコードのね、切り取られた、トミカのね、箱ですね、ブリスターを、2つと、あと、箱のね、バーコードないものをね、3つもらいました。こんなんね、ナンバーあっても嬉しいですからね。はい、ありがとうございます。なんとかね、ポケットに入りました。はい、今回はですね、リサテンミニカーちょこちょこ開封と題しましてね。まあ、リサテンミニカーちょこちょこ開封というのは、リサイクルショップで購入したものを、まあ、いっぱいね、購入してあるので、ちょこちょこね、開封していこうっていうシリーズなんですけども、今回ね、久しぶりに、登場します。動画が。で、今回ね、ご紹介させていただきますのは、ブックオフで350円で購入しました、トミカプレミアム10番、ランボルギーニカウンタク、なんて書いてあるのかな ?LP500S ですね。LP500S。ちょっとね、値札の関係で、見えないのですが、LP500S ですね。スケールが61分の1となっております。で、これね、ブックオフ行った時に、そうですね、個数にして20個とか30個とかね、売られていて、多分ね、箱がこれ、凹んでるじゃないですか。だから安く売られてたのかなと思います。新品なんですよ。これ封がね、切られてないので、それが350円で売られてたので、とてもお得なお買い物になったかと思います。はい。じゃあね、早速ね、開けていきたいと思います。はい。潜んでるマニアのことね、大変お待たせしました。まずね、フィルムを剥がさせていただきますね。はい。はい、フィルムを剥がすときは、カッターのね、刃に気をつけましょう。で、ね、しまったらね、しまったじゃ使い終わったら、刃をね、ちゃんと戻すのが、まあ、怪我のない回復かなと思います。やっぱね、箱がちょっとね、なぜかね、ベコベコになってるんですよね。だから保存方法が悪かったのか、なんかね、湿気を吸ってしまったのか、よくわからないんですけどね。開けてまいりましょう。はい。じゃあね、こちら、リアからね、ちょっと見てまいりましょうね。箱の感じはこんな感じですね。あ、ランボルギーニのね、ライセンスのステッカーが貼ってあるかと思います。ジャバーバン。ジャバーバン。お、わー、かっこいい。やっぱりかっこいい。カナダのマークかなと思わせるような、何なんだろう、これ。なんかね、面白いマークがありますね。で、テールランプなんかもね、とても潜んでる感じが出てますね、今回はね。特にコップなど入ってないので、とてもいい感じかと思います。フロントのね、潜んでるマニアの方。お待たせいたしました。こちらからね、開けてまいりましょう。じゃあ、バーバーン、パカ、あ、ワンちゃんいたいね。はい。おー、ちょっと見えないか。ちょっと見えないか。はい、じゃあ取り出してまいりましょう。うわ、かっけーわ、やっぱりランボルギーニはかっこいいね。うわ、なんか現代に見ても古臭さを感じさせないね。まあ、数少ないスーパーカーかなと思います。じゃあね、シャアをやらさせていただきます。うわ、ゴールドのホイールじゃん。めっちゃかっこいい。おー、あら？なんかタイヤがちょっと心もとない感じでもありましたけどね。はい、こんな感じになってます。あ、内装の色。うわーい、かっけー。めっちゃかっけー。これは、ごめんなさい。これ、そういえば、ギミックのね、ちょっと欄見ないちゃったんですけど、ギミック、あ、サスペンションだけなんですね。サスペンションとだけ書いてありますね。多分開かないんだ。なんかこの辺のね、造形見ると、ちょっと開きそうな感じはあるんですけどね。開かないのかな？開かないかは書いてないもんね。ガルウィングも特に開くわけじゃなしにね。いやー、でも造形がかっこいいですしね。やっぱりクリアパーツが効いてて、こういうマークは何なんだろう。ちょっとね、わ、ゴールドのホイールとか、こういうホイール入ってたのかな？なんかダッセーんじゃん。でも好きじゃん。ああ、クリアパーツですね、リアがね。とてもいいと思います。タイヤが結構ちっちゃいですね、これね。写真はこんな風になって、中でこの辺にね、いっぱいね、文字が書いててかっこいいですね。なんかトミカのね、なんか文字もね、なんかかっこよく見えてきますね。ランボルギーニカウンタク LP500S メイドインベトナムって書いてありますね。スケールが61分の1で2015年製となっております。なかなかね、メーカーの造形もされていていいですね。うわー、かっこいいな、このフォルム。これはちょっとかっこいいですね。内装の色がね、ちょっとね、グレー色で私大好きな感じで、こんなガラスになってるんですか、これ。なんかセパレートになってるんですね。で、この辺の塗装とかもね、手数が多くてね。で、ダクトのこの塗装がマットブラックならね、もう私、言うことございません。で、この辺のバンパーもマットっぽいですね、これね。マットっぽい塗装でされていて、このリアなんか枠がね、すごく塗られてますね。うわー、めっちゃかっこいい。リアウィングはこれ、プラスチックパーツになってますね。別パーツになっております。はい。感じで。なんかここ開きそうなんだけど、開かないんだろうね。君書いてないもんね。開きそうな感じがする。へー、面白いね。はい。こんな感じですね。
かっこいい、フォルムがめっちゃかっこいい。なんかこう武骨ですよね。なんかあのフェラーリとか洗練されたって感じですけど、ランボルギーニのこの荒々しさがちょっとね出てますね。オーバーフェンダーとかはフェンダーなんかブラックで塗られてますね。なんかオーバーフェンダーっていうほど出っ張ってはないですけど、フェンダーがね、まあ、出っ張っててブラックで塗られてるんです。他のトミカのやつなんかとね、後でね、あの視点をね下げた時にね、あの見比べていきますので楽しみにしていてくださいね。うわ細かいね。面白い。ここでねちょっとね塗装の切り替わりがあるなと思ってよく見たらね、これ多分ねシャーシがここまでせり上がってて、シャーシにねこれブルーで塗装されてあって、上はねダイキャストパーツになってるようですね。でここになんかね書いてありますね。なんかすごい細かい。うわやっぱトミカプレミアムは出来具合が素晴らしいですね。ランボルギーニのマークもありますね。うわーかっこいい。かっこいいね。いや文句ないね。スケールが61分の1ですか。なので結構大きめなんですけども、手に持った感覚ではちょっとちっちゃいなっていう感覚になりました。まあ他のものとねちょっと並べていきたいと思います。どうでしょうか。もうそろそろね、じゃあ手元というかね視点を下げて見ていこうかなと思います。はい。うわこの辺にもなんかモール入ってるよこれ。あちょっとね細かくね担保を見たいのでごめんなさい。ちょっと担保をね見ていきます。ルートよねごめんなさい。よーいよ、いつもいつも言われてもここにあったよー、すぐあったよー。はい、じゃあねちょっと見させてください。まあランボルギーニのマークはねもう間違いなく綺麗に入ってるか。でも結構ねあのこちょこちょこちょってなってますね。ねほらでこのマークがちょっとねいまいち私あの存じ上げてないんですが、なんかちょっとカナダっぽく見えるんですけど違うんですかねこれね。ね、カナダの国旗っぽいですよね。違うのかな。はい、クリアパーツにエフェクトライトがなっていて、あとねここのタンポがねとても気になりますよね。はいはい、どうやりました。うーん、なんて書いてある。はい、LP500 とかって書いてあるような感じかな。いやーでもねすごくこういうところがねちょっとねあの嬉しいですよね結構ね。じゃあね、ちょっとね、画像にはうまく映り出せませんので、ちょっとね、ごめんなさい。はい。はい、こちらか、両方に入ってますね。じゃあね、ちょっと見てみますね。何て書いてあるだろう。ちょっと読めないなぁ。なんとかタウンって書いてあるなぁ。ちょっと読めない。ごめんなさい。ちょっとね、細かすぎて伝わらないものまね。あ、違う。細かすぎて、ちょっと読めませんでした。はい。でもね、なんかさりげなくね、入ってるのめちゃくちゃかっこいいですね。はい。あとは、あ、このリアね。はい。リアをちょっとね、これカナダの国旗っぽいと思うんだよね。これね、違うのかな。ごめんなさいね。間違ってたらね。ランボルギーニ、カウンタックって書いてあるんですね。あ、なんかね、この字体がね、この脇の方のとすごく似てるので、もしかしたらこれもランボルギーニカウンタックって書いてあるのかもしれない。はい。書いてありますね、ここにね。で、このクリアパーツはかっこいいですね。この色といい、このウィンカーが塗られてるといい、シルバーで塗られてる、これ多分ブレーキランプ、あ、ブレーキランプ、ごめんなさい、バックランプをちょっと、ね、イメージしてるのか、すごくかっこよくできてますね。いやー、めっちゃいいっすね。めっちゃいい。めっちゃいい。はい、こんな感じね。はい、結構よく映りましたね。で、このモールがね、今ね、なんだろう。肉眼で見てるとシルバーに見えるんですけど、接写させると、接写忍者ゴールドっぽく見えますよね、これね。ゴールドなのかな。だからホイールに合わせてあってゴールドなのかもしれませんね。ホイール。ダサいゴールドだ。いやーなんかこの辺のね、ちょっとね、船みたいなこの形状がね、昔の車って感じしますよね。いやーバンパーとかもめっちゃかっこいいっすね。これロータスエスプリっぽい感じもありますよね。後でね、視点で下げてる時に見ていきたいと思います。はい、じゃあね、ちょっとね、視点を下げてみていきたいと思います。いやー、たたずまいがやっぱりね、もう一台でもね、もう本当に魅力的なね、まあ一台でも魅力的って、まあほとんどの車がそうだと思うんですけども、素晴らしいたたずまいですね。This is super cool! って感じですね。Century 21ケイン小杉がお送りしました。何の話ですか？はい、フロント見ましょう。はい、こんな感じ、めっちゃかっこいいよねー。いや、やっぱね、内装の色がね、これ見えてね、こうやってね、ボディなんかも見てても、内装がね、目に映り込んでて、とてもいいですね。このベージュ色の、ほら、いいよ。ちょっと画像では映らないかもしれないですけど、私ね、こうやってね、カメラ越しに見てる、私の目にはもうしっかりと内装まで映っていて、とても素晴らしいと思います。真横。ホイールがダッセーね。でも、スーパーカーの感じだよね、このホイールね。うわー、かっこいいなー。リア、こう。マフラーなんかもシルバーでちゃんと塗られていて、まあなんといってもこのテールレンズの質感っていうんですかね、これがほんと本物みたい。すごい。いいですね。いやいやいや、350円はちょっと、よかったな、これ。かっこいいなぁ。ちょっとこれ無理しちゃい
い角度でも見たいよね。あと走ってるとこね。タイヤがいまいち回り悪い。あのね、このミニ GT のこのシートがね、ちょっとね、サラサラした素材で、こっちのね、下の素材だと結構タイヤの回りはいいんですけど、ごめんなさい、ちょっと回りが悪いね。はい、いいですね。わー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 。あ、ちょっとね、エンジンを聞いてみましょうか。じゃあね、ちょっとエンジンかけますね。じゃあね、ちょっとエンジンを吹かしてみますね。おお。おお。バリバリオン来た。バリバリオンね、そういえばね、あの昨日、おととい、昨日かな、あのフェラーリのね、488、あの見かけまして、バリバリオンなってました。まあフェラーリですけどね、それはね。で、今回はこのエンジン音は、このね、ライト&サウンド、光るよね、トミカ、これ。ライトが光るやつね。これの、なんだっけ、ランボルギーニ、裏缶、なんだっけ。ランボルギーニ、ウラカン、パフォーマンテ、あ、ベルフォーマン、ペルトマンテ、みたいな名前でーす。のエンジン音でした。はい。これ同じブルーでね、同じランボルギーニでかっこいいっすよね、この取り合わせね。わー、いいっすね。よかった。これね、ブルーね、これそういえばね、お伝えしませんでしたけど、ブルーのソリッドになってます。メタリックじゃないですね。で、こちらもブルーのソリッドで、こちらのもちょっと明るめかな。ただね、やっぱここのラインが入ってるので、ちょっとかっこいいんですけどね、これね。はい。あれ、エンジン止まんない。なんかね、あれ、あ、止まりましたね。はい。はい、こんな感じですね。じゃあね、トミカ。普通の通常版の金型のね、ランボルギーニは62分の1、あ、ごめんなさい、これランボルギーニムルシアラモでした。ごめん、コンタクトがなかったです。これと並べるとこんな感じ。これ私気に入ってるね、ムルシアラモになります。はい、これもね、タイヤの感じがダサい感じの、僕が透けてる。4WD じゃないんだから、このタイヤハウスとの関係みたいなね。何回見てもね、このアンバランスさが私大好きな一台になってます。はい、並べるとこんな感じでね。このホイールもね、ちょっとダサ系なので、ちょっとね、私大好きですね、これね。ごめんなさい、そういえばサスペンション機能がついてますね。うね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 。いや、ね、うねうねか。うね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 。こういうね、カウンタックは、動くジオラマの動画でね、遊ばせたいですね。ブーン。ブーン。はい。そして、ホットイールのね、ランボルギーニと、ちょっと並べたいなと思います。ホットイールのランボルギーニ、これが、なんだっけ。ベーシックカーですよ。これめちゃくちゃいい出来具合ですね。やっぱ金型がね、素晴らしいですね。かっこいい、この形。でもなんかトミカの今回のやつの方がちょっとかっこいいかも。なんでかっていうと、シャープですね。ホットイールのより。シャープなんですよ。うん。いやー、なんか違うんですね。なんかスケールは大体同じぐらいだな、これね。スケール、ちょっと長さとかどうなの？あ、長さもほぼ一緒なんですよ、これ。なんだっけ、61分の1。ホットイールのそのぐらいですね、これね。ホットイールのもね、ランボルギーニのね、このナイスの色はね、結構明るめでブルーのガラスなんですけど、よく見えますよね。これはかっこいい一台です。で、リアを見比べるとこんな感じで。うわー、やっぱり、プレミアムの出来具合がすごい。すごい、ゴイス。プレミアムのランボルギーニって言ったら、やっぱね、もうずーっと大好きで、もうプレミアムの中でも好きですし、ランボルギーニの中でも好きなミニカーです。ミニカーの中でももう相当好きなね、気に入ってるものになります。このランボルギーニディアブロね。これだけはもうね、名前は忘れてません。これサスペンション機能ついてなかったですね。ただね、ドア開閉ギミックがあるっていうのは、やっぱり山田としてはね、妄想の山田ですから。はい。中尾だけどね、市の今日はね、ラーメンを食べにね、横浜の方に行こうかと思ってるんだけどね、どうかな？あ、いいですわね。家系ラーメンですかね。くっさいのが大好きなんですよ。くっさいって言う、くっさいって言うんじゃないよ。それでは行こう、バチャ、グーみたいなね。いや、そういう妄想じゃなくて、山田がね、トイザラスにミニカー買いに行くときに乗っていくんであります。バカ。やばいやばい、遅刻や、寝坊した。開店の10時に間に合わない。はい、ランボルギーニディアブロで行くぜ。ゲーダン走る。時の行くまま。うーん、さすがランボルギーニ早いなー、ディアブロは早いなー。
と思ってたら、ビューン、なんだろう、ブルーの彗星の、ビューン、めっちゃ速いじゃないか。これは、グラちゃんやないか。めっちゃかっこいい。これなんだっけ、これも写真がわかんない。これなんだっけな。これがブルーバードだっけ、ちょっとごめんなさい、写真がわかんない。まいった。で、今回ね、ちょっとね、チームトランスポットといつも遊んでるんですけど、なんかね、この色を見たら、これをちょっとね、思い出しまして、ちょっと引っ張り出してきたよ。あれ？これは桃も入ってるんだね。これ、ファルケンカラーのね、チームカラーのね、これ結構ね、トイザラスで売れ残ってると思うんですけど、これにね、グラちゃんを積んだら楽しいだろうなと思ってね。どうですか、潜んでるマニアの方、はい。飛び出すマニアの方、大変お待たせしました。飛び出す感じはい、あれ、寸劇どうなった？そう、キキキキキキー。いやー、グラちゃんに負けたー。グラちゃんにトップを取られて、スーパートレジャーハントはグラちゃんの手に渡ってしまったのでした。山田今日もスーパートレジャーハントを変えず、ただ、ただ、涙を流すばかりでございました。じゃあ、ラブーン、あー、くっそ、さすがのディアブロでもあのグラちゃんに負けるとびっくりしたぜごめんなさい、すいません。長々とやってしまいました。はい。で、まあね、これとちょっと別に、ね、似合わないと思ったんですけど、ちょっと組んでみたいなと思います。はい。出る感じ。やっぱね、これ、こういう、やっぱり、積載者は、やっぱり、何出てるやつの方がいいですね。じゃあ、あれのやつにしようかな。久しぶりにしたらね、なかなかね、出さないんですけど、今日出しちゃおうかな。これね。ジャバーバント。これもね、同じ、あ、これ違った、トイザラスの、閉店セールで買ったね、めちゃくちゃ高い M2 マシンのトランスポートになります。これね、小コンディションの車をね、お乗せするのには、めちゃくちゃ抜群にかっこいいね。ごめんなさいね、ちょっといいか見ててね。はい。こっから見た人はね、なんでグラちゃんがいるのかなと思っちゃってでしょうね。はい。ごめんなさい、すみません。これ、ジャババーン、ジャババ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 。チャ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 また壊した、山田。また壊した。扉が一個ないじゃん。え、内側に折れてんのかな。いや、扉がない感じですね、これ。ミニカーも落っこっちゃったし。よいしょ。これ、あれ？え、嘘。ほんとらしいっすよ。あれ？パーツがない、真面目に。ショック。え？あれ？ないっすよね、扉。ないんじゃ。ちょっとごめんなさい、ちょっと探します。じゃじゃじゃん、あったのじゃよかった。これと合うと思わないですか。これめっちゃ出来がいいよね。これはね、 M2 の64分の1の積載車になって、このね、カゴっていうか、この何、この荷台の部分がショールームみたいになってるので、とてもかっこいいんですよ。で、付属のミニカン、これね、これはフォンティアックファイアーバードですよね。これもかっこいいよね。間違ったら大変。そう、ファイアーバード、1968年製ファイアーバードね。まあ、これがね、乗ってる。まあ、この動画もね、アップしてますので、ちょっとね、見てくださいね。これはね、もうとても良くて、このドアもあるんですけど、この煽りもあるんですよ。で、こうやって設置できるの、煽りが。だから、こうやって乗せるとき、遊ぶときに、めっちゃ楽しいんですよ。ね、で、今回、このカウンタックブルーでしょ？だめっちゃ合うんじゃないかなと思って持ってきました。はい。じゃあ、ちょっとね、乗せてみまーす。うーわー、めっちゃカウンタックが乗っててかっけー。ほら、見て。見て、これ。なんかショールームみたいでしょ？動くショールームみたいな感じでめっちゃかっこいいっすよね。ほらー、これ後からも収納できるからね。今ドア閉めてても収納できるんですよ、これ。うわー、めっちゃかっこいい。これはちょっといいっすね。これ、かっこいい。でね、ブルーの、裏缶もね、裏缶さん。そうだ、裏缶さんって言わないとね。はい。ね、裏缶さん。はい。じゃあ、待ちまーす。うわ、かっけー。うわー、かっけー。テンション上がってきた。はい、オーライ。ここバックするのかな。オーライ。うわ、ライト光ってる。あ、消えちゃった。
2台乗らないかな。2台はごめんなさい。あ、2台乗る。やったー。はい。2台乗るじゃん。あー、取れた。ちょっと取れやすいな。あれ？うまく水にはまるとダメなんですよね。なんかね、この、こっちのとこ折れたら大変だからね。ちょっとね、後でやります。はい。こんな感じで2台乗りました。めっちゃかっこいい。じゃ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 じそれとね、あとまあこの辺のね、先月でしたかね、発売になりましたランボルギーニ、ギャラルドね、スーパーレジェラ。これもね、トミカプレミアムなので、こうやって並べるとね、とてもいいかなと思いますね。かっこいい。これ、このスタイリングね、ってお色がね、これ初回です。はい。まだね、通常版の方は買っておりません。ギミックがね、ちょっとなかったので、ちょっと残念でしたね。やっぱドア開閉ギミック欲しいね。やっぱりディアブロは神ですよ。ディアブロは、もう、ディアブロはずっと好きです。はい。あとね、この辺のホットイール、そして唯一のね、トミカの、ね、通常版のね、ランボルギーニね、アベンタドールね、あ、ヌルシですね。はい、今回このようになりました。最後までね、ご視聴していただきまして、ありがとうございました。謎のね、フラちゃんも登場して、めでたし、めでたしということでね、次回の動画まで、バイバイキン。次回は、こちら、NSX ブーンを、紹介したいと思います。それではね、次回の動画まで。バイバイキーン。